るけど、救急車が来たな、うん、救急車が来たからどっちに行くかね。右から来ちゃうね。もっと言っちゃけんじゃ。止まらんじゃあよ、お前止まらんじゃあや。気づかんかった。なあ、トゥース、皆さんこんにちは、おやじです。今日は2023年1月23日です。いつもの時間に家を出て、まあいつもの道を通って会社を向かっております。まあ、外の気温が10度ですね。今晩からね、この冬最強の寒波がやってくるそうです。雪の影響がね、心配されますけれども、まあそんな被害というかね、交通渋滞が出なければいいなと思っておりますけれども、まあ、そんな本日ですけれども、ざっくばらんに今日もラジオ代わりに聞いていただければなと思っております。で、今日のテーマは運送会社に転職するにはこういうところに注意してほしいと言ったところに行った話をしようかなと思っております。ではね、まあ、初心者も、まあ、特に初心者さんですね、私が発信しているのは初心者さんのために役に立てばなと、参考になればなと思っております。まあ、参考程度にねお聞きくださればいいなと思っておりますけれども、トラック運送会社へね転職するんであれば、まあ、給料面とか休みの面とかがメインでね探されるかと思っておりますけれども、でいろんな運送会社をねリサーチされると思うんですよ。でそんな中でね、私いつも言ってますけれども、汚い車、ボロボロの車を扱っている運送会社は避けた方がいいと、これをねいつも言っております。その理由としては、車の洗車をする暇もないほど忙しいと、で運転手がそもそも愛車精神がない、そんな会社はね。で、まあ、要するに給料が安いからもうやっちゃおられると、もう業務が終わったらとっとと家帰るわと、そんな運転手がね多いんじゃないかと思います。そしてボロボロのもうあちこちぶつけてるのにね、もうバンパーもね、サイドバンパーもぶつけたまんまで、もうねそのサイドバンパーがね番線でねくくってあるような、で応急処置をしていると、それも応急処置じゃなしにね、もうずっと前からそんな状態と、修理もしてくれないような、こんな車の会社はね絶対行ったらダメですよ。もうね一日でねやめたくなります。そもそもね、その会社の社長は何考えてるかということですね。そういった会社は、はい。で2番目はですね、そこの会社がね、どんな荷物を取り扱っているかというのもね、注目してほしいです。自分のところの荷物がね、決まっていない。もう何でも運ぶ。建設機械やら、小袋やらね。で、雑貨、日用雑貨。もうすべて、運んでしまうと。もううちの会社はね、もう何でもやるよと。何度もやるよという会社はね、まあ旗から見ると、まあ、まあ仕事はね、あるかもわかりません。たくさんあるというかね、あるかもわかりませんけれども、まあそうしないと、逆に言えばそうしないと仕事がないと。何度もやらなければ仕事がないと。いったところなんでしょうね。そういったところはね、もう3次受け、4次受けだとかね、要するに元受け会社から
A 社へ回される要車ですね。で A 社は今度 B 社に回すと、 B 社は C 社に回すと。でこれはちょっとうちの乗務員はやらないなと、じゃあ C 社に回すかといったような感じですよ。で誰もやらたがらないような仕事が回ってくる、そんな仕事を受けてごらんなさい。もうとんでもないですよ、とんでもなく悪影響ですね、ドライバーにとって。さあいい仕事ならね、よそへ回しませんよ、悪い仕事だから回ってくるといったところですね。なので自分のところで、まあ、元請けといかなくても、まあ、元請けさんから、まあ、直にもらえるような、そういったね荷物を持っている会社というのはね強いですよ。倉庫があったりね、倉庫でその荷物をね一時預かってそこから配送するとか、そういった会社はね強いですよ。でなかなかね倉庫まで持っている運送会社というのは少ないんですけれども、やっぱりねそういったところをね狙っていく方がいいです。でそこの会社がね何の仕事をしているか、どういった荷物を扱っているのかと、そういったところもねしっかりとね調べることがね大事だと思います。では2024年からまあ、全ての労働者ですけれどもね、特にトラックドライバーなどは勤務時間が長いのでね、これじゃいかん、過労死問題とかねいろいろありました、運送業界はね。で国がね本腰上げて、もう2024年からもうパシッと労働基準法をちゃんと守ってもらいますといったような感じでやってるんですわ。それがいわゆる2024年問題とかね言われますけれども、でそうするとですね、今度は法律を守らないと営業停止に食らったりね、もう、元請けさんからね仕事を断られたり、要するにねそんな荷物を運んでいる最中で労務災害が発生して、でそこの運送会社がね営業停止とか食らったんだったらね、またまたこれ損害が出てしまうんでね。でやるという方はね簡単かもしれません。でもね小さな会社はねなかなか運転手もいない、宿泊している、もう休みなしで働いていると、そういった会社もね少なくないと思います。で朝ですね、まあ YouTube に上げられていたニュースネタというかドキュメンタリーかな、なんか NHK がね放送したみたいなんですけれども、それ YouTube に上げられてまして、それ見ていると、まあそこの会社はね小さな会社だと思います。もうね4台、4、5台ぐらいで稼働しているんかな、わかりませんけれども、タコグラフをねごまかしてましたね、チャート紙を。今ほとんどの会社がねデジタルタコグラフといって、まあメモリカードっていうんですかね、その電気的にね記録していくやつなんですけれども、いまだかつてねチャート紙と呼ばれる紙の媒体ですね、それでスピードや、まあ、距離や、まあ、止まった時間、休息時間とかね、そういったのをね記録していく紙があるんですけどね、丸い円形の紙があるんですけれどもね、チャート紙と言うんですけれども、それをね外してると。でも労働時間が長くなったらチャート紙を外して走りなさいと、そんな会社がね未だかつてにあるんかなと、まあ、それがねいつのことなんか分かりませんけれどもね、でもそんなことをねやっている会社がね未だにあるんだなと、ちょっとねびっくりしましたわ。もう会社命令でそんなことをやっていると、なのでね ひどいなと思いました。でそうでもしないと荷物がもらえないと、で自分たちもね飯食っていけないと言ってたんでね、まあどれだけ安く使われてんのかなと逆にね気の毒に思いましたね。
でね、その辺も、国の方でね、何でもかんでも法律をね、作ればいいっちゅうもんじゃないですよ。まあ、例えばですよ。もう荷主の言いなりですよ、ほとんどの運送会社ね。荷物を蹴ったんだったら、その荷物はちょっとうちじゃ扱いかねます。ちょっとうちじゃできませんと。はっきりと断れる運送会社がいくつあるのかなと思います。で、ほとんどとは言いませんけれどもね、やっぱり荷主に対して弱いところもあるじゃないですか。もうね、これ、運んでくれと。もう、朝一につけてくれと。で、荷物はバラ積みだよと。そんなね、悪い荷物で、で、夕方遅くに荷物を積み上がって、朝一番につけてくれなんざ。しかも高速代は出ないよと。そんな馬鹿げたね、話ないですよ。でもそこの会社はそんなこともあるから、渋々、もう、1時間、2時間しか寝る間がないって言ってましたね。ほんと昔の星桃次郎の、あの時代のトラック野郎ですよ。まあ今現在ね、そんなところはね、ほんと少なくなっているんでしょうけれども、でも中にはあるらしいですね。あるみたいです。でね、そこをね、法整備として、もう、例えばですよ、夕方の、まあ、片道300キロとか400キロをね、超えるような距離。それですね、つかないですよ、そんな時間にね、出さされたんでは。もう寝る間もなくしてね、走って当然ですよ。で、自腹でね、高速走ったりとか、冗談じゃないですよ。その辺のところをね、法整備で、運転手が大変だ。運転手に寝る間がない。で、運転手の、430休憩、で、8時間の休憩、分割だったら10時間の休憩、10時間以上の休憩を取らせるために、もう夕方だったらもう、3時までに済ませなさいと。もう4時5時頃になると、逆に罰金払いなさいと。1時間、掘るたんびに、例えば、まあ、最終がそうですね、4時頃に積み上がったとするじゃないですか。そしたら、まあ、マックスをですね、午後3時にはもう出させなさいと言った決まりから、4時になって出てしまったと。そしたら、1時間ほどですね、もう5分も超えたら1時間とカウントするんですよ。で、荷主の方にもう罰金と。そういったシステムを当てると。罰金もね、1000円、2000円じゃダメですよ。もう5000円だとか1万円だとか、高速代がね、もう優に出るぐらいの、お釣りが出るぐらいの罰金をね、払わさせてもね、いいと思いますよ。でないとね、ますます運転手がね、やらなくなりますよ。来れなくなりますよ。そんな会社に誰が行くかと。そんな荷物をね、運びたくないですよね。そういうところの法整備もね、やってほしいですよ。もちろん運送会社もね、運送会社の方に法律守れって言うんじゃなしに、私はね、法律、破れたくて、破れないですよ。でも荷物を間に合わすために、しょうがなしに、スピードオーバーしてみたり、4,3 万の休憩ができなかったり。で、高速道路でも、見てごらんなさい、夜中の高速道路。トラックばっかりで。え、高い料金払ってですよ。で、いざ、サービスエリアで、仮眠しようかと思ったら、寝るところもありゃせん。トレーラーワークに4トンとか大型が止まってて、まあ、トレーラーなんかね、寝られませんよ。そういった事情もね、あるんですわ。で、料金も高いじゃないですか。なのでね、本当は、で、
あの午前0時を過ぎたら、まあすごく安くなるじゃないですか。なのでね、午前0時を回って、会社から降りてくれと、いったようなね、指定があるわけじゃないですか。で、運転手もね、時間調整をしながら、本当で、そのために手前のサービスエリアで時間調整をしたり、東京インターのね、料金所の手前で停止するようなことになってしまうんですよ。なのでね、もうトラックは最安値でいいです。もう何時に乗ろうが何時に出ようが、トラックはもう一律もう最安値で、この料金ですと。こっちはね、仕事でやってるんですからね。で、かたや、悪いけれども乗用車だとかね、遊びに行ってるわけじゃないですか。で、彼らは別にね、何時に帰ろうが誰にも叱られないし、次の日の会社にね、朝礼に間に合うように行けばいいんですから。我々は違いますよね。もう人が休んでる時で走っててね、本当、過酷な労働ですよ。そして高い高速料金を払わされて、で、仮眠しようかと思ったら仮眠するところもない。で、国の方は、休息を取りなさい、8時間の休息を取りなさい、430をやりなさいと。でも事実入りないじゃないですか。そういったところも、ちゃんと整備をしてから行ってほしいですよね。なのでね、2024年になっても、ますますね、過酷になるはずですよ。で、過酷というかね、まあ、長い間働けん ということは、逆に言ったら稼ぎたい人は、もう稼げなくなってしまうんでね、ますます、じゃあ運転手なんかやっちゃおられんよと。ますますね、運転手離れがね、加速化していくんじゃないかと思います。はい。なのでね、実際2024年になってみないとわかんないですけれどもね、私はね、もう大変なことになるんじゃないのかなと。荷物もね、つきませんよ、そんなんじゃね。新鮮な野菜だとかね、魚介類とかね、昨日までは海で泳いでいたよというがね、そういったね、魚とかがね、いなくなりますよ。新鮮って言っても、ああ、これはね、一週間前に泳いでましたよと、言ったようなことになるんじゃないのかなと思いますけれどもね。もう野菜なんかだったらね、腐ってますよ、もうね。もう色が変わってますよ、もう。そんなことにね、なるんじゃないのかなと思っております。で、ね、スーパーだとかの店先にね、並ぶときには、もう結構、賞味期限が結構ギリギリなものがね、多いんじゃないのかなという気もしますけどもね。まあ実際どうかわかりませんけれども。今日は2024年問題について話してみました。それと、まあこういった運送会社には入らない方がいいよと言ったところでね、私は運転手は勧めません。極力なら自分で技術をね、身につけて、そして通用するような職種をね、選んだ方がいいと思います。はい、運転手はね、運転だけしてお金はもらえません。荷役作業、寝るのも仕事ですからね。そういったことも踏まえてよーく考えて、この運送業界に来てもらいたいですね。それでは本日の動画以上です。ありがとうございました。それではこの後もご安全に、皆さんいってらっしゃい。さようならー。